アリ・ピエティ・オー・レビ・バタネンは、フィンランド出身のラリードライバー。1981年の世界ラリー選手権、ドライバーズチャンピオン。パリダカルラリーでは4度の総合優勝者。欧州議会議員も務めた、フォード・エスコート・ RS1800 フィンランド東部のトゥーポバーラで生まれる。1970年にプロラリードライバーとしてデビューし、いくつかのラリーで優勝した後、 1974年より WRCS 参戦。フォードのワークスチームに在籍した後、ワークス撤退によりフォード系プライベーターのロスマンズ・ラリーチームに所属する。1980年アクロポリスで WRC 初優勝を遂げると、1981年にはナミール・ワークス勢を退け、ドライバーズタイトルを獲得する。当時コンビを組んだドライバーは、 後にプロドライブを創業するデビット・リチャーズだった。しかし、当時は敬遠されていた激しいドライビングスタイルのため、トップチームから声がかからず、1982年からオペルに在籍し、中堅争いに止まる。1984年に、プジョーへ加入すると後半戦に参照。1985年も開幕2戦を連勝したが、第8戦アルゼンチンでクラッシュ。 禁止の重傷をオイラリーへの復帰には18ヶ月かかった。1987年以降はスバル、フォード、BMW などでスポット参戦の後、1988年から1990年には三菱チームのレギュラードライバーとなった。1992年と1993年はデビッド・リチャーズ率いるプロドライブが運営するスバルワールドラリーチームの一員となる。 1993年のセン0ラリーでは、スバル・インプレッサのデビュー戦を2フィニッシュするなど、前世紀にも劣らない活躍を見せた。その後フォードに移籍し、1998年まで、レギュラードライバーとして活躍した。プジョー205ターボ16グレーンプジョーは、WRC 撤退後にパリダカルラリーへ活動を移し、怪我から復帰したバタネンもチームに参加した。 1987年は、プジョー205ターボ16グレーンを借り、第9回大会で優勝。その後第11回と第12回も優勝。間の第10回もその年の新型車両のプジョー405ターボ16を借り、日程途中まで周位を走っていたが、車両が盗難に遭うという大会史上、前代未聞の事態が発生し、後に失格の裁定が下された。 コドライバーのベルグルンドと共に、シトロエンに移り、第13回でも優勝している。パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムのアンリミテッドクラスにも1987年から1989年に出場。1987年は、プジョー 205T16 で2位と手応えをつかむと、翌年はライバルである、アウディゼーの出した記録を 405T16 で更新し、優勝する。 政治家となった後もモータースポーツに対する情熱を失わず、2003年には日産からダカールラリーに参加、総合7位の成績を収める。この年 WRC ラリーフィンランドでも、プジョーで総合11位を獲得。2004年と2005年も日産のドライバーとして参加している。2007年にはフォルクスワーゲンからダカールラリーに参加したが、途中でリタイアしている。 2007年欧州議会にて1993年にフランスへ移住し、この頃から政治に興味を持ち始めた。1999年にはフランスに居住しているにも、かかわらず、フィンランドの議席として欧州議会フィンランド代表議員に選ばれた。2004年には、フィンランド代表ではなくフランス代表として議員再選している。2009年7月10日、 同年10月の国際自動車連盟会長選挙への出馬を表明。当時 FIA 会長だったマックス・モズレーが押すジャントットと激しい選挙戦を展開した。バタネンはモズレーのスキャンダルを嫌うアメリカ自動車協会、日本自動車連盟、ドイツ自動車連盟などから支持を得たものの、選挙では結局トットに敗れた。ありがとうございます。